はい、今日は12月21日、特別セミナー、センター試験勧告を、で、今からできることは、はい、今からできることは、レベルがだいたい問題を見ますと、ハングル検定の、まあ、2級、2級水準の5位とか、活用とか、まあ、2級水準の問題が多いです。つまり漢字の場合でも、例えば日本語でも僧侶、像を寄贈という、これも難しいです。僧侶は寸行、寸と読むし、像は寸王というし、それから寄贈は基準。つまり基準と寸王の寸は合うてれますけれども、僧侶は寸行。これ違います。だから僧侶とか寄贈とか像と、こういうのは日本語の小説とか教科書でも、とにかく日本語の本に出てきている漢字、熟語とか、それを韓国語で何と言うのか、それを調べる。で、わかるものは、あ、これ何と言うんかなというのは、日韓辞典。日韓辞典見れば、寄贈は基準と出てますし、像は中央。それから僧侶は寸行とこう出ます。それから、活用の方は、試験に落とすために問題作ってますから、生息活用と変則活用。例えば、家を建てたやったら、ちぶちよった。これ、ちった。これ、ちよった。これ、変則活用ですね。変則活用のものがどれか。生息と変則。それを区別しなければなりませんので、さっきの音の手で数えるとか、こったの場合は、生息活用ですから、こばそうとか、こぶみゃんとかになりますけども、普通の、ちゅったとか、とったとか、めったとかいうピューパチンの、まあ、形容詞、変則で、寒ければ、ちゅうみゃん、暑ければ、とうみゃん、辛ければ、めうみゃん、こうなりますよね。で、こういうのは、本を読みながら、あれ、これは、どっちやったかなという場合は、韓日辞典を見ます。韓日辞典を見れば、例えば、ちぶいちっただったら、変則活用、ちよったとこ出てますから、あ、これは変則だという、わかるわけです。だから、これからの対策としては、本を読み、日本語の本を読みながら、韓国語で何と言うんかなというのをノートに、こう、出してきて、そしてそれを、いっぺん自分で直してみて、合ってるかどうか自信がないものは、日韓辞典で調べる。それから、活用の場合は、あ、これは生息か変則かわからないという場合は、韓日辞典を見れば、変則活用は変則活用と書いてます。で、横にもその変化書いてますから、チュッパだったら、チュウミョンとか、チュオソと出てますから、あ、これは変則活用であると。しかし、コッタの場合は、コブミャン、コバソ、これ生息活用です。そういうのはもう日韓辞典と韓日辞典をもう最大活用するというのが、これからの受験対策になると思います。